レグ・アームストロングは、イギリス・イングランドマージー・サイド州リバプール出身のオートバイレーサー。ロードレース世界選手権で多くのチームに属して出場、またマンシマ・ティーティーレースでも活躍した。引退後は、ホンダのチームマネージャーに就任し、計5つの世界チャンピオン獲得に貢献した。その後、NSU ・ホンダ・オペルのエージェントなども務めていた。リバプールで生まれ、 ダブリンで育つ。アイルランド人の両親は決して裕福ではなかったが、父親はダブリンでエンジン製造業を営んでいたため、レグが始めたオートバイレース活動を支援できた。同様に援助を受けていたいとこのヘンリー・リンゼーと共に、軍に加わったレグは補給部隊に属している間、ノートン 16H を借りながら、このいとこから操作技術を学んだ。 1946年、北アイルランドンウン県バンゴール城で開催されたレースに、戦前のマンクスノートンのマシンを持ち込み、初出場した。次のアントリムチューブで開催されたハンディキャップレースでは5位に入った。続くスケリーズでは完走とならなかったが、彼は果敢にマンクスグランプリにエントリーするが、18歳の誕生日がちょうどレース当日であったため、 規定により出場できなかった。翌年には 500cc エンジンを借り受けて、ノートンのシャーシに搭載し、マンクスグランプリに出場したが、目立った成績は上げられなかった。1948年、スケリーズ100には、トミー・アルターの AJs7R で出場し活躍したレグは、いとこのハリーの力添えを受けて、トライアンフの GP モデルを手に入れて、クックスタウンでのレースに出場し、 7 4 7 9アワーのファーストストラップを記録した。翌年に彼はこの速度記録を7 5 8 4アワーまで更新した。レグの速さに目をつけたエイジェイズはポーキュパインを提供し、それを得て彼はアンスティーのレースで4位につけた。この結果を受けてエイジェイズとレグは1949年のロードレース世界選手権350。 CC クラス出場についての契約を交わした。この年、レグはスイス GP4 位、オランダ PG とベルディ GP で5位、アルスター GP3 位、イタリア GP6 位にそれぞれつけた。前戦で優勝したベロセットのフレディ・フリースには及ばなかったが、彼は18ポイントを獲得して年間ランキング2位を得た。翌年はロードレース世界選手権にエントリーせず、 わずかに、マンシュマセニア TT レースにベロセットを買って出場し、6位となった程度の戦績しか残していない。しかし、1951年には再び、ロードレース世界選手権に、a j ズから帰り咲き、500cc クラスで年間6位、350cc クラスで年間7位となった。評価を高めたレグは、翌年の契約をノートンと交わした。 そのシーズンオフに、スタンリー・ウッズと連れ立って、スイスにスキー旅行に出かけたが、そこで二人とも怪我をしてしまい、蛍骨の骨折が癒えるまでの2ヶ月間当地に足止めを食らってしまった。治療はシーズン開幕に間に合い、1952年には契約通りノートンから 500cc と 350cc の2クラスにエントリーした。第2戦 マンシュマ TT500cc クラスでエレグは GP 初優勝を遂げ、ドイツ GP でも優勝を飾り、年間ランキング3位に食い込んだ。350cc クラスでもドイツ GP 勝利を含む24ポイントを得て、年間2位となった。1953年以降は、マシンをジレラと NSU に乗り換え複数のクラスに出場した。彼は1956年まで出場を続けた。 1956年当時、レグは故郷のアイルランドで NSU とホンダのエージェントを務めていた。彼はビジネスが忙しくなり、同年でライダーとしては引退を決めた。ただしその後も NSU のマシンを多くの有力ライダーへ提供する形でレース界との関わりを維持した。1962年。 ホンダはレグにレーシングチームのマネージャー就任を要請。彼はこれを受けた。この年、ホンダは3クラスで世界チャンピオンを得、翌年も2クラスを制覇した。一方で、ダブリンのリンソンドに所有していた工場が、組み立て事業を NSU からオペルに切り替え、レグもまたオペルのエージェントとなった。そのようなこともあり、1964年に彼は自動車レースにも出場した。 また彼はクレー射撃もこなし、1978年に韓国で開催された世界選手権にもアイルランド代表として出場した。1979年11月、レグはアシュフォードの自宅に戻る途上、交通事故で亡くなった。52歳だった。1949年のポイントシステム1950年から1968年までのポイントシステム。 ありがとうございます。